はい、今日は Ciao ございます。イタリア語だったらどの皆さん、僕はダビデで、この46回目でちょっと文法っぽいテーマを勉強しようぜ。安心して、すごくわかりやすい、本当に本当に便利な話になるし、不定形よし。でも一体何それ、どうやって使うの、なんで、いつ。安心して、思ってるより簡単だよ。本当にいいニュースとしてね、ほとんどの不定形用紙はすでに見てきたし、ところでイタリア語だったらどのライムスタンプ見た、ぜひ使ってくださいね。さあ46回目、始めようぜ。不定形用紙、不定、不定、そうだよ、すでに分かったよね。不定って言えばやっぱりなんか数えられないってことで、ある数量、ある程度を表すじゃん。不特定っていうニュアンス、ちゃんとした特定のリンゴ2個のことじゃなくて、いくらかの、いくつかの、すべてのそれぞれのって感じで、なんか不特定のものを表す。でもね、同時に形容詞でもある、不定形容詞だからこそ、それらはね、やっぱり名詞の前に現れて、やっぱり就職してる名詞の数と性によって、お、い、あ、え、語尾変化する、いつものように。さあ準備はどう。まずはね、すでに見てきた不定形容詞の中、たんと、たくさんの、多くの人、多くのもの、覚えてる？そうだね、たんとっていうのはもちろん、なんというか原型、男性単数形、やっぱり名詞に合わせて語尾変化するね。例えばたんたパスタ、たくさんのパスタとか、たんてまきね、多くの車、注意、そうだね、パスタみたいに、なんか物理的に一つ一つカウントできないものには単数形が使って、多くの車って感じの物理的にカウントできるものには複数形が使うね。タンタマキナ、なんかえ、ポーコ、少しの、少ない、これも名詞の前、語尾変化、単数形はカウントできないものと一緒に使う、などなどな。ポコ、ズケロ、少し砂糖、ポキ、バル、少ない喫茶店。やっぱりね、日本語ではほとんどないっていう風に訳すことが多いね。あと、トゥット、これも覚えてる？全部の、すべての。ポイントはね、定冠詞がいつもいつも必要になる。トゥットプラス名詞に合わせた定冠詞プラス名詞っていう風に。例えばね、トゥットイルジョルノ、一日中とか、トゥテレカメレ、すべての部屋。最後にはトロッポ、多すぎる、あんまりに、多くの。そうだね、トロッポっていうのは、過ぎる、副詞として動詞の後ろと形容詞の前に置くんだけど、さすが名詞の前にも使えるよ。多すぎるの意味として、例えばね、トロッポヴィーノ、多すぎるワイン、トロッペトルテ、あんまり多くのケーキ。この場合もね、多すぎるワインみたいに物理的にカウントものできないものには単数形で表現して、一つ一つカウントできるものは複数形で表現する。トロッペトルテみたいに。さあ、いいまとめだったじゃん。でも今からはなんか新しい不定形容詞見てみようぜ。まず、ネスの、どんなもない、誰もない、一つもないって感じ。ちょっとスペシャルな不定形容詞だけどね。まず単数名詞にしか合わせない。あと、そう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 、否定文だけに使うね。例えばね、ネスナラガッサ、どんな女性も、やっぱり単数ね。ネスノゾウ、どんな動物園も、男性単数。なんか例文なら、Quella non compra mai nessun libro。
どんな本も買わないさ。Quella、あのってことで、女に対して使うあいつ、あの人のこと。Non compra mai、 いつも買わない。 mai 覚えてる？いつもの反対語ってことで、全然。でもポイントはそう、Nessun libro、 どんな本も。なになになに？ Nessun。 語尾は一体どこへ行っちゃったの？規則はね、スプラスシーンまたはズで始まる男性単数名詞の場合だけ、ネスノが使う。他の男性単数名詞の場合は語尾は消えちゃう。今回みたいに、ネスンリブロ、どんな本も買わない。わかった。続いて、アルトロもあります。他の、別の。多分これもすでに見たよね。とにかく詳しく見ようぜ。ポイントはね、その前に端子が来る。定冠詞でも不定冠詞でもいいね。それはね、やっぱり表現したいニュアンスによる、場合によって。 Un altro caffè、 男性単数、別のコーヒーってことで、エスプレッソも一つの意味にもなる。または Le altre domande、 女性複数、他の質問。今回複数ね。なんかね、だとPurtroppo loro abitano in un'altra città。 残念ながら彼たちは他の町に住んでます。 Purtroppo、 残念ながら。面白いね、この言い方。続いて、 loro abitano、 彼たちは住んでる、どこに、 in un'altra città、 別の町に、他の町に。不特定の町のことなので、やっぱり不定冠詞が現れた。ほら、うん、そうだね。冠詞っていうのはその後ろにある単語に合わせるね。だからね、 una altra città じゃなくて、結合して una altra になった。よっしゃ、はい、お疲れ様。ちょっと文法だらけになっちゃったね。ごめんごめん。でも今から素晴らしいライブ見てみたらどうですか？よっしゃ、今回はね、カップルが新しいでっかいレストランに入ってみた。どうだろうかな。メニューを見ながら彼氏がこう言う。 Qui c'è davvero qualunque cosa、 ma c'è qualche piatto senza glutine。 解説しようぜ。 Quiここは、このレストランは、チェ、彼、彼女に合わせた存在するってことであります。ダヴェロ、福祉、本当にのこと。クイ、チェ、ダヴェロ。ここは本当に、何々、ありますよ。でも、何が、qualunque cosa。cosa、覚えてる？もののこと。その前には、qualunque。何それ？これもね、不定形容詞なんだけど、ちょっとスペシャル。語尾変化はしないから。qualunque、 いつもいつもそのまま。どんな何々でもっていう意味。この場合の名詞は、cosa、物。ってことで、どんな、物、でも。もちろん、これはね、なんか動詞につながるね。ほら、チェ。ある、いる。c'è davvero qualunque cosa。 本当にどんなものでもあるよ。それで相手は、まあ、でも、けれど。c'è、今回もある、いる動詞。qualche piatto。 二つ目のポイント、ピアットはね、直訳で皿の意味なんだけど、やっぱり料理の意味にもなる。その前には qualche、 一体何それ？じゃじゃん、これも無変化の不定形容詞。意味はね、いくつかの、いくらかの。これもいつもいつもそのままだし、その後ろの名詞はいつもいつも単数。ほら、 qualche ピアット、いくつかの皿、なんか料理。やっぱり日本語では、なんかっていう風に訳すことが多いね。でも、ほら、qualche piatto を就職してる、エキストラ情報。senza glutine、 グルテンなしで。面白いね、この senza 副詞。名詞の前に置けば、やっぱり、なしで、抜きで表す。qualche piatto、
senza glutine、グルテンなしでのいくつかの皿。ってことで、ま、c'è qualche piatto senza glutine? でも、グルテン抜きのなんか料理ある?OK ですか?さあ、写真です。今回はすごく面白い写真。これはね、なんかクソ戦争から逃げた難民の看板。スローガンだね。というか、人種差別の反対を訴える広告って感じ。面白そう。読んでみよう。Nessun essere umano è illegale。まず意味のわからないポイント。essere umano はね、人間。あと、文末の illegale は形容詞で違法の、不法のってこと。じゃあ、nessun essere umano がポイント。ほら、nessuno じゃん。どんなもない。を表す不定形容詞。nessun essere umano。どんな人間もない。覚えておいてね。nessuno 不定形容詞はね、s プラス cin または z で始まらない男性単数名詞の場合、語尾の o は消えちゃう。nessun っていう風に。じゃあ、この文章の動詞はね、え、illegale 違法です。ちょっと待って。nessuno 不定形容詞の場合、否定動詞だけが使うんじゃなかったっけ?一体なんで今回肯定文なの?そうだね、みんな。この文章はね、もともと、non è illegale nessun essere umano。ちゃんとした否定の non で。どんな人間も違法じゃない。でもね、nessuno がついてる名詞が、この場合みたいに文頭に現れれば、文法上動詞は肯定になる。え、illegale。でもやっぱり意味は否定になるよ。否定のニュアンスを持ってる nessuno があるので。わかった?nessun essere umano è illegale。どんな人間も違法じゃないってこと。ちょっと、身振り手振り?さあ、リラックスしようぜ。今回は素晴らしい身振り手振り。手を使って小指から始まって指を下げる。親指までこんな感じ。この手振りはね、盗むのこと。例えばね、友達がめっちゃおかしい帽子をかぶって僕のところに来る。僕はね、その帽子を見て、ねえ、その帽子って君の弟さんの帽子じゃなかったっけ?と聞いてみたら、友達はこうする。弟の帽子だよ、盗んだのこと。わかった？さあみんな、今回はこれで。今週もイタリア語だったらどうのレッスンを見ていただいてありがとうございます。ぜひチャンネルに登録してね。でも今からはいいまとめしようぜ。不定形容詞はある数量ある程度を表して、名詞の前に現れる。ちゃんとたくさんの奥のポコ、少し少ない、トップ多すぎる、ずっと全部の全て、ネスのどんなも否定文で使うけど、アルトロ他の語尾変化しない。不定形容詞の中、qualunque どんなでも、qualche いくらかの、いくつかの。ありがとうございます。本当にありがとう。また来週ね。これからもよろしく。